every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So fuck me, but I'm not seeing clearer. 皆さんこんにちは、こんばんは、ワニャンイです。やってまいりました、現場の報道ワニャンイでございます。はい、こちらでございますね。本日の機材は Z9 に、400mmF4.5 VRS をつけてやってまいりました。まずはね、やっぱ単調なんで 400mm のねフルサイズで撮っちゃうと絶対まあ距離感がもう足りないのはもう分かってるんで、 DX クロップ、 APS-C サイズにクロップしてですね、撮っていきたいと思います。で、そうなるとですね、換算焦点距離が 600mm になるので 600mmF4.5 というようなスタイルでやっていこうと思います。でその後ね、1.4 倍のテレコンもつけてですねやってみようと思いますので、あ、ヒガンバナいっぱい咲いてますね、やっぱりね。綺麗に下草が整備されてるんで、まあ、そのあたりもねちょっと撮ってみてもいいですかね。ファーストショット本当は鳥さんが撮りたいんですが、めっちゃボケるな。いい感じに入りますね。 600mm でも花がねこの距離感だと、もういい感じに撮れてんじゃないかな。画面の中ではね多分出てると思うんでね、そちらの方もね見ていただきながら、445のファーストショットはヒガンバナというねいう感じになりますが、さあまだね朝も早いんでね、まだ6時半過ぎ6時40分ぐらいです。7時にもねまだなってないんで、公園の中もねほとんど人がいないですが、鳥はね鳴いてるんですけどね、まだね朝早いとねやあの木のね中に隠れててねなかなか出てこないんですよね。シジュウカラとね山柄の鳴き声は聞こえてるんですけどね、あと上空をね鳩が飛んでるのと、まあ多分これはあの動画の GoPro もねちゃんと拾ってくれてると思うんですけど、カラスがよう鳴いてますね。あんまりねカラスがねいっぱい出るとね鳥が出てきにくいんですよね。ねカー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 言うてますわほんまに。はい、てな感じでですね、いつものように、ブラブラ散歩しながら単調してきましたので、その結果をですね、小鳥の様子を見ながら解説していきたいなと思います。まずはですね、Z400mmF4.5 レンズを Z9 に装着して、焦点距離 400mm の、素のレンズの状態のままでの様子になります。撮影はですね、野鳥撮影ではもうこれが一般的なんで DX クロップで全て撮影してます。換算焦点距離は 1.5 倍になりますので、表記の方はですね 600mm となっています。それではですね、ここのと小鳥さんの様子からご覧になっていってください。はい、最初のですね被写体は、スズメの幼鳥にあります。距離ね 7-8m ぐらいでして、やっぱかなり近いんですよね。でやっぱり距離は正義ということで、近ければですねとてつもなくですね描写してくれてます。まだ生え変わってない羽毛がですね綿毛ですね、がふわふわしてる様子なんかもすごくはっきりとですね、見て取れてると思います。拡大した写真の方もね、載せてますんで、こちらの方もよくご覧になってみてください。続いてのですね被写体さんは、虫食いの仲間なんですけども、ちょっとね、種類までは判定はできませんでした。で距離がですね10メートルから11メートルぐらいになるんですけども、
残念ながらですね、これあの手前の葉っぱにピントがあって、虫食い自体にはですね、残念ながら合ってないんですよね。まあ、いわば失敗例なんですけども、まあ、それの失敗例もね、きちっと合わせて出しとこうかなと思ってます。で、後ろのですね、背景の丸ボケは、とても非常に綺麗ですね。はい。とても綺麗に映ってるんですけども、拡大してるやつもちょっとまた同じように載せますが、やっぱりですね、手前の葉っぱに見事にピントがあってですね、虫食いの方には合わなかったというような、作例になります。はい、3番目の被写体さんは、オオルリのメスさんになります。距離は15メートルと、徐々にちょっと離れていってる様子でご覧いただいてるんですけども、下から煽るような感じですね。見上げるような感じでの撮影になってます。お腹がね、しっかりね、まん丸のお腹が綺麗に映っちゃってるんですけども、これはですね、周りに、おまけに手前ですね、に、葉っぱなどがあるんですけども、これはちゃんとその隙間からですね、見事に、鳥さんのですね、瞳にオートフォーカスが合ってるという感じになります。で、これも少し離れてはいるんですが、こちら拡大して見る様子も見てもらったらお分かりになると思うんですけど、かなり描写はいいですね。しっかりと、羽毛のような様子なども、捉えてくれてると思います。4番目はですね、ツツドリさんの様子になります。ちょっとね、止まってる間が一瞬だったので、わずかに後ろの様子からしか撮影できなかったんですけども、まあ背景のですね、描写はやっぱりかなり綺麗な方だとは思うんですけども、まあちょっとね、距離感の影響もあるのか、ざわざわした感じになってます。被写体までの距離は17、8メートルと、今まで見てもらった作例の中で一番遠いものになります。で、やっぱりですね、日が当たっているところと当たってないところの落差が激しいと、やっぱり描写というのに関してはちょっと厳しいのかな。まあ距離もね、結構離れてたので、徐々に、解像度というかですね、描写は少し落ちてる感じにはなります。で、拡大している部分もちょっと見てもらってますが、やっぱりですね、15メートルより距離が離れてくると、徐々にディティールの方は失われていくなっていうふうには感じました。はい、という感じでですね、やっぱり400ミリのレンズだとですね、DX クロップにかけても600ミリ、まあそこそこですね、距離は伸びるんですけども、やっぱりね、小鳥の撮影となると400ミリのレンズでは足りないことがね、多々出てくるんですよね。はい、15メートル近い距離でばっかりっていうのはなかなか会えないんで、そこでですね、1.4 倍のテレコンを、画面の様子のようにですね、装着しましてですね、ここから先はですね、560mm の状態でですね、撮影していこうと思います。で、ほとんど DX のクロップでまた撮影するんですが、途中、キビタキが、2回ほど、作例をちょっと出しますけども、そこはですね、FX モードに切り替えてですね、ちょっとですね、DX との違いっていうのも一緒に見てもらおうかなと思いますんで、キビタキだけは FX で撮影したものを、トリミングして、ご覧いただきますんで、そこもちょっと合わせて見ていってください。お願いします。はい、まずはですね、1.4 倍テレコン装着して、DX モード換算840ミリですね。で、撮影したエゾビタキさんになります。で、こちらはですね、ふとですね、目の前に止まった様子になるんで、距離にしてですね、5、6メートルだったかなぐらいのかなり近いところで止まってます。ただ、光がね、当たってるところと当たってないところが、ちょっとね、すごく明暗差が分かれてしまったんで、全体的に綺麗にはちょっと撮れてはいないんですけども、描写はですね、格別ですね。上下と、16対9にするために上下とですね、左右をわずかだけカットしてます。上下はですね、結構カットしてるんですけども、左右はね、ほとんどカットしてません。ですんで、かなり大きく見れてると思います。ですんで、描写ですね、ディティールはですね、素晴らしくね、よく撮れてると思います。続いて山柄さんになるんですけども、こちらも距離にしてですね、7、8メートルぐらいの距離です。かなりこれもね、まだ近い方になります。やっぱりね、
全体的に光が回っているんで、まあ、日向ではないんですけども、全体的にしっかりとね、光が回っているんで、やっぱり描写はですね、かなり綺麗ですね。細かい、羽毛の様子なども映ってます。で、開放で撮ってるんで、絞り値はね、6.3 にはなってるんですけども、やっぱり顔ですね、瞳と顔、くちばしぐらいまでしか、ピントはバチッと合ってないんですよね。で、首元からも背中より後ろにかけてはやっぱりもうボケ始めてるんで、開放の状態で撮るとピントが合ってる部分はやっぱかなり狭くなってると思います。はい、こちらですね、キビタキのおっさんになるんですけども、先ほど言いましたようにですね、こちらはですね、FX モード、フルサイズモードでの撮影になってます。ですので、換算で言うとね、560ミリですね。で、それを約 40% ぐらいもうトリミングしちゃってます。鳥さんがですね、大きくなるような感じで、トリミングしてるんですけども、被写体までの距離は12から13メートルぐらいと、先ほどよりは徐々に離れていってます、またね。で、やっぱりね、距離が少し離れていくと、ディティールが崩れてはいくんですが、FX モード、フルサイズモードで、しっかり撮ってるんで、まあ、明るさがあるとですね、ある程度羽毛のディティールまでは、映ってるのかなという感じになってます。はい、続いてですね、同じくキビタキのオスになるんですけども、距離がまたさらにちょっとと離れまして、15から16メートルぐらいです。同じくフルサイズ FX モードで撮影しますので、換算は560ミリ。で、同じようにですね、40%、60% ぐらいかな、トリミングしちゃってます。かなり、大きくトリミングしてはいるんですけども、まあ、こちらもですね、画面左手の方から光が当たってるので、背中の部分などは明るくなってるんですけども、やっぱりですね、少しずつ距離が離れていくと、ディティールはね、崩れていってるなーっていう感じにはなります。ただね、瞳の部分ですね、に、やはり瞳オートフォーカスがですね、ビシッと合ってるんで、顔はですね、かなり綺麗に描写はしていましたね。はい、続いてはですね、コサメビタキさんに登場してもらいます。再びですね、DX モード、換算840ミリに切り替わってます。被写体までの距離はですね、17、8メートルと、最初のですね、パターンと同じように、鈴鳥さんと同じようにですね、かなり距離を離しました。で、1.4 倍テレコンも装着してるんですけども、やっぱ距離が離れてるんで、でしかも鈴鳥さんよりですね、半分以下ぐらいの大きさしかない鳥さんなんで、やっぱり画面上で見てもですね、半分以下になっちゃってますよね。はい。で、これだけ小さいとですね、描写がですね、もう完全に潰れてるし、見られないんじゃないかなと思ったんですけどもね、まあそんなことがないんで、ちょっと後で拡大見せますね。で、背景の方をちょっと見てもらいたいんですけど、やっぱりね、丸ボケですね、は、とてもですね、綺麗なんですけども、木の部分に関しては、なんかこう、ざわざわっとした感じにはなってるんで、まあボケの感じは、まあ人それぞれ好みはあると思うんですけども、まあ、しっかりとですね、被写体との距離感があれば、浮き上がって見えるようにですね、なってると思います。このあたりはですね、PF レンズを使っていない、レンズの、描写の良さなのかなというふうには感じます。で、拡大してもらうと、こんな感じになるんですけども、これだけ距離が離れて小さい鳥さんにもかかわらず、羽毛の雰囲気ですね、しっかりと綺麗に描写してるっていうわけではないんですけども、十分ですね、トリミングした状態でも見れるんではないかなと思います。DX モードでしかもね、これだけトリミングしてるんで、画素数のピッチとかね、画素数はもうかなり落ちてるんですけども、それでもね、十分見られるレベルではなかったのかなというふうに感じました。はい、最後はですね、オールリの若オス。距離にして約25から26メートル。で、こちらはですね、もう一度ですね、FX モード、フルサイズモードでちょっと撮影したやつになります。換算で言うと560ミリになるんですね。さすがにこれだけ距離が離れると、オーリといえどもやっぱりね、かなり小さい状態でしか撮れてません。ただですね、しっかりとですね、描写ができているので、その様子をね、ちょっと見てもらいたいな、というふうに思います。かなり暗かったので、明るさを持ち上げています。
でね、色もね、ちょっと破綻してるんで、緑の葉っぱがね、もう完全に黄緑色ぐらいにね、引き上がるぐらいまで明るさをぐっと持ち上げてます。で、中心部のですね、オールの若オスの描写をこれだけ離れた場合は、どこまで描写してくれるのかというのをちょっとご覧ください。で、まあ、この拡大の状況なんですけども、やっぱりね、かなり厳しいです。厳しいです。でも、よくこれだけ離れていても、まあ、光がね、当たっていれば、まあ、それなりにですね、鳥の様子が、しっかりと見て取れるのかなというふうに思います。はい。このあたりがですね、許容できるのかなっていうふうなことになりますし、まあ、こんだけ離れればですね、もう撮影するの諦めるっていうのが普通じゃないのかなっていうふうに思います。まあ、限界の距離までも、遠く離れた時に撮ったらどんな感じで描写するのかっていう参考になればと思って撮影しています。しっかりとですね、見ていただければいいかなっていうふうに思います。はい、いかがだったでしょうか。こんな感じでですね、F マウントの 500mmF5.6 レンズをですね、Z マウントで撮って変わることができるレンズとしてですね、400mmF4.5 レンズが登場したと思うんですけども、まあ、実際に使ってみてですね、十分その光景になりうるんではないかなというふうには感じましたね。お手軽、お散歩野鳥撮影には、最強のレンズの一つだと思います。描写等に関してはですね、まあ、それなりにたくさん、作例をお出しさせていただいたと思いますので、ご覧いただければ、いいかなというふうに思うんですけども、まあ、参考になればですね、いいかなと思うんですけども、まあ、どの程度まで、妥協できるのか、どの程度まで許容できるのかというのは、各国個人の方々でですね、判断してもらえればなというふうには思います。まあ、レンズ自体はですね、 F マウントの934と呼ばれるですね、レンズの後継になるんではないかなと私は思ったんですけども、まあ実際にですね、撮影する感覚ですねっていうのに関しては F マウントの 500mm5.6 が、こちらにとって変わるレンズだなというふうには思うんで、まあ 560mmF6.3 とですね、まあ距離が伸びる代わりに F 値は下がると、まあ、一応一旦はあるんですけども、十分ブラブラ散歩しながらですね、撮影するレンズとしてはですね、もってこいなんじゃないのかなというふうには感じました。ただ今のところですね、野鳥撮影に適しているZのカメラがですね、 Z9 ぐらいしかないので、まあ、これとの組み合わせになるとやっぱりカメラ自体がですね、大きく重たくなってしまうんで、全体的な重量がありますから、まあこれが許容であったり、いや、Z9 でやっぱり、野鳥撮影するの楽しいよっていうね、同志の方々には、持ってこいのレンズになるんじゃないかなと思います。で、重量バランスから言うと、フルサイズのね、Z6-2 とか7とかいうような形の、まあ、出るだろうと噂されているですね、Z8 なんかが出てくれば、バランスは良くなるんじゃないかなというふうには感じます。Z9 だと、やっぱりね、重いんですが、Z の 800mmF6.3 ですね、863の方が、バランス的には合うと思います。ただ、全体の重量が何せ重いですから、さすがにね、そちらの方をするには、力もですね、パワーもいるなというふうには感じます。はい。ではですね、今回はこれぐらいにしておきたいと思います。1000名様登録も、していただいてですね、大変嬉しく思っております。ありがとうございました。で、今後ともね、励みにしたいと思いますので、チャンネル登録、それからいいねボタンの方もですね、ポチッとお願いいたします。はい。では今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。